全国のポケモントレーナーの諸君、元気してるかな。わしの名前はオーキドじゃ。今回はこちらシャクヤさんにラティオスの居場所を教えてもらったので、今回はラティオスの厳選をやっていきたいと思うぞ。このダイマックスアドベンチャー、非常にですね厳選ができないんじゃないかというお話がたくさん出ていたんですが、そんなことありません。厳選する方法があるんです。それをこれから紹介していこうと思うぞ。ピピガチュー。まずはいつも通りこのお姉さんに話しかけます。出発すると、で教えてもらったラディオス、これに行こうと思うぞ。ラディオスじゃな、一人で挑戦やっていくぞ。さあボス戦でございます。ラディオス行け鬼狩り。ダイマックス、あと一ターン必要なんで氷の牙打たさせていただきます。鬼狩りさん、しな、ラディオスを初手で言うまいや。氷の牙凍りついた。アドアドアド。あ、ちょっとその日本バレ良くないんじゃないかな。あれ、日本バレって氷溶けなかったっけ。あれ、ちょ、にわかさらしてますが、ここはダイアイス打たさせていただきます。さあダイマックス、鬼氷しっかりと巨大マックスじゃなかった、ダイマックスしていく。日本バレで溶けないんだ。わしエアプでした。ついついエアプを晒してしまう、わしをお許しいただければなと思います。頼むから日本バレ打たないでね。ちょっと炎の攻撃はそれお前ダメだろう。お前さお前迷惑なことしかやってないって知ってる？食いたらお前頭食いちぎるぞこら。なあ、しょうもないなんかな、このモグラみてえな、なんかねえ包茎みたいな、お前ふざけるなよ、食いたらんがこら。痛えし。さあダイアイス打ち込んで、食いたらん、食いたらんさ。だからお前いつまでたっても包茎なんだよ。だー、鬼氷集中砲火を受けてしまうの巻。うわ惜しい。応援します。頑張れ頑張れ、てめえらいい加減にしろよ。影打ち、ナイス。さあこれでラティオスを倒すことができましたと。さあモンスターボール投げて、しっかりとゲットしていく。ピッピッピカチュー、やった、ラティオスを捕まえたぞ。さあここでゲットしたラティオスの確認ができます。厳選しようって言ってる矢先にですね、ゲットしてしまいましたということで、まさかの一発目でラティオスをゲットしてしまいました。大変大変申し訳ございませんでした。ちなみに、ここの段階でラティオス以外のポケモン選んでですね、これで選ぶと、ラティオスを置いて帰れます。そうするとラティオスにもう一度挑戦できるんで、それを繰り返して色違いや理想個体を粘りましょうっていうのが今回の厳選でございます。はい、すいません。一応強さを見ていこうかというふうに思うぞ。陽気かー、わしも陽気になっちゃった、色違いでわしの頭も陽気になっちゃったなまあミント使わないとダメですね。でもこんな色違いの確率上がってるな、これこんなに簡単にポーンって出ちゃうってことは。ということでラティオスをしっかりと選んでいくんじゃの。選ばなかったポケモンとレンタルしていたポケモンを研究員に渡した。
これね、渡しちゃっても大丈夫です。このラティオスが普通の色とかだったらそのまま渡せば、最後ね、ラティオスの居場所をそのまま残しておきますかみたいな感じで出るんで、それを残しておいて、何回も挑戦すれば、ラティオス厳選できます。まあラティオスの他のポケモンもね。さあラティオスをボックスへ転送していく。じゃあちょっと時間があるんで、伝説ポケモンの居場所を取っておく方法、ちょっとわしの口頭では分かんなかった方いると思うんで、ちょっと動画で見ていただこうかなというふうに思うぞ。まず普通に女性研究員に話しかけてダイマックスアドベンチャーに出発します。ここはもう一人でもみんなでもどっちでも大丈夫です。今回はみんなで挑戦やっていきたいと思います。さあ無事ボス戦までやってきました。さあ伝説ポケモンの正体はギラティナ。現在の状態では色違いポケモンかどうかは分かりません。なのでギラティナをまず倒していきましょう。竜の波動、あーそれはアドシャドーボール、これでダスティングダスティングがやられるが、しかし勝ちです。え、ちょっとちょっと、3回行動はずるすぎるでしょお前。ナイス、カジリガメがとどめを刺してくださいました。でまずここでボールを投げます。はい、ピッピがチュー。これで、皆さんご存知の通り確定ゲットできるな。よーし、やったー、ギラティナを捕まえたぞ。で、ここで確認できます。ギラティナの色は普通ですね。で強さを見る。特攻が上がって特防が下がる。うっかり嫌な性格。このギラティナはちょっと微妙だな。どうせなら色違いとか理想個体が欲しいなっていう時は、ギラティナ以外のポケモンを選びましょう。レンタルしていたポケモンを研究員に渡した。そして戻ってきて、後で再挑戦できるようギラティナの居場所を記録しておきますか。はい、これを押すことによってもう一度ダイマックスアドベンチャーご出発なさいますか、出発するを選ぶと先ほどのギラティナに行けるようになっております。これでギラティナを選んで、また全てのポケモンを倒してギラティナの元にたどり着いて、ギラティナにボールを投げてゲットして、色違いとか理想個体じゃなかったらまた別なポケモンを選んでを繰り返せば、ギラティナの厳選をすることができますと。これがダイマックスアドベンチャーの色違い厳選方法です。なんかダイマックスアドベンチャーの色違い確率はなんかものすごく高いらしいんで、皆さんもこの機会に色違いポケモン、色違い伝説ポケモン厳選してみてはいかがでしょうか。ということで、これからもポケットモンスターソードシールド冠の雪原系の動画どんどん上げていきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピガチュー。